ワンピー側チャンピオン、お宅はいい、来い。ツーピー側チャレンジャーレネッサ、どんな試合になりそうですか。そうですね、ツーピー側のプレイヤーですが、超高段位のプレイヤーですから、期待が高まりますね。そうですか、決まった、ナイスキックだ、投げで攻める、残り体力わずか、うん、セットカウントは0-1、ベネッサまずは一本選手、さあこの後が問題ですよ。ファイト2レディーゴー、第2ラウンドが始まりました。ゴール、2段膝蹴り、大ダメージだ、やや一方的な手拳が突き刺さる、ました。ここまでの展開はどうですか。ワンピー側のプレイヤーですが、こんなに決まって効率よくダメージを与えてましたね。そうですか、これで安心しないで、とにかく攻め続けるしかないです。なるほど、レッグボアベネッサ一気に畳みかける、投げ、はい、はい、頭上、残り体力は決まった、セットカウントは1-2、ベネッサ安心しているんじゃないでしょうか。大金星なるか、レディー、第4ラウンドが始まりました。チャンス、いいですよ、バイバーカー挟んで大ダメージだ、おっと逆サイクル、ミドルキック避けて、さらにヒット、ケイオー、セットカウントは2-2、1本取って追いついた。さあ次が最終ラウンドですよ、レディー、第5ラウンドスタート、フェイントが効いてる、避けて、投げ抜け、間合いを測ってさばいて、制限的壁に当たった、両手に拳がめり込んで、振り返っていかがですか。気持ちが伝わってくる試合でした。ジャンク上勝利しました。あいつ待ってろ。